横山保津8月11日から1981年3月は日本の海軍軍人航空自衛官海兵59期最終階級は海軍で中佐空自で空将補1909年8月11日神奈川県横須賀市で海軍軍人の次男として生まれる横須賀中学校を経て1928年4月 海軍兵学校に59期生として入校。1931年11月7日、兵学校を卒業。1934年11月、第26期飛行学生拝命。1935年7月、同家庭終了、戦闘機搭乗員となる。1936年11月、再起空。1937年2月、大分空軍隊長。 7月、シナ事変の勃発に伴い、13空軍隊長として、上海の高大飛行場に着任、懲戒任務を行う。9月19日、南京の中国空軍機殲滅を目的とした、南京第一次空襲に第一大隊第三、中隊長として参加。滑走路が悪路だったため離陸に失敗、予備機に乗り換えて出撃した。敵機との初戦闘を行い、 不確実一気撃墜。また当初計画では高橋赤一隊意識の9月20日の第3次空襲にも援護隊式で参加の予定だったが、艦爆隊第2中隊長の白井佐田隊員が指揮を取った。1940年6月、横須賀空付。実験中の十二士艦上戦闘機で一個分隊を編成し、できるだけ早く中止戦線の観光基地に、 進出せよという命令を受けて、マニュアルの作成から担当した。7月、12空分隊長。12市幹線は単熟飛行で不具合も多く、観光進出の催促を受けたが、トラブルの未解決を力説し、機体と発動機の担当者を同行して、横山以下6機が7月21日に進出。横山によれば、現地司令部の山口多門、大西滝次郎から十二未による、 敵本拠地の敵戦闘機撃滅を命じられた際に、機体の問題が解決するまでの猶予を求め、貴様は命が惜しいのかとせき立てられたが、今から考えてみるとこの私の抵抗が冷戦の立派な誕生をもたらしたものと、いささか自負しているという。観光進出後、十二空の冷戦登場員は、横山ら横空から空輸してきた英藩、観光基地から選抜された。 新道三郎隊伊良 B 班に分けられた。両班の指揮官は、どちらが先に戦果を上げるかで先人争いを起こしており、横山も冷戦に関しては1日の長があると主張して譲らなかった。8月19日、横山率いる A 班12機は、立候54機の護衛で重慶に向かったが、中国空軍は戦闘機体との交戦を避けていたため快適せず、 冷戦の発戦火は9月13日の壁山空戦で B 班に奪われてしまった。10月4日、A 班を中心とする冷戦8機を率いて、立候27機を護衛しつつ、第一次生徒攻撃を完工。その3日前から極秘に搭乗員を集め、燃料ギリギリまで粘って、陽動、進出を繰り返して、敵機をおびき寄せて、極力空中にて補足、それでも敵機が来ないときは、 低空銃撃を観光することなどを計画した。また、B 班の岩井勤とから欠板上とともに戦闘への参加をせがまれたが、お前は、銃剣で良いことをしておきながら、また生徒に行かせろとは、あまり厚つかましすぎるぞ。冷や飯を食った連中に譲ってやれと拒んだ。当日、第二編隊の東山一郎空想長、は切松尾一空想、中瀬正幸一空想。 大石秀雄に空想の四機は、前日に四人で極秘に計画した案により、太平寺飛行場に強行着陸を観光、敵地上部隊の銃撃に遭遇しながらも地上を機に放火した。横山も東山から事前に計画の相談を受けていたと思われ、低空銃撃の後も残敵ある場合の最終手段として、第二編隊が強行着陸し、その間第一編隊は、 支援を行うこととし、東山らにマッチ、ボロキレ拳銃を用意させていた。この日、舞台では、撃墜6機、地上炎上19機を報告した。観光基地に帰還後、司令、長谷川貴一大佐に報告した横山は、指揮官たる者の,の資料が足りない。敵飛行場に着陸するなど戦術にあらず、万有である。との失責を受けたが、 撃滅せよとの命令を果たそうとしたまで、部下たちの行動の全責任は、指揮官たる私にありますと答えた。10月31日、壁山での震動隊員の初空戦の功績と合わせ、死な方面艦隊司令長官、島田茂太郎中将より感情が授与された。1941年3月上旬、再度生徒攻撃を命じられ、偽証飛行場に進出。十四日、 二個、中隊零戦十二機を引き出撃した。第二中隊は分離し、鳳王山形面に向かったため、第一中隊六機を引いて、二越飛行場を偵察したが、工事中であったため消えなく、総流飛行場、太平寺飛行場を偵察するも、同じく敵機を確認できなかった。再度総流飛行場に戻ると、四方の民家に偽装する、I、I-15 ビス。 i -16 軍を発見、第一中隊第一小隊二番機のあり大機ん、空想と降下し、西方民家に偽装する i -15 を共同で銃撃炎上させた後、北方民家に偽装する i -15 を同じく共同で大破させた。その後、第三大隊及び第五大隊の五 -15331 機と快適、第二中隊も加わり混戦となる。 横山は一気に銃撃を加えた後は上空に飛退し、以後支援警戒に努めた。この日、部隊では27機撃墜以来8人が死亡。地上炎上、大破7機、軍用車1行破壊を報告した。8月、三空飛行隊長、見聞隊長。12月、太平洋戦争勃発。海戦時は、フィリピン空襲に参加。最初は空母を使用する作戦だったが、 横山は日中戦争で冷戦が遠距離空襲に成功した経験から台湾から出撃が可能であり着艦訓練の余裕もないので空母の使用をやめるように上進して採用された。1942年4月大分空飛行隊長。1943年4月204空飛行隊長。5月第11航空艦隊参謀。9月 二26公船参謀。百四十四年三月、横須賀空付。六月筑波空飛行庁。百四十五年五月、二百三空飛行庁。百四十五年八月、追気基地で終戦を迎える。千九百五十四年、航空自衛隊発足と同時に入隊。第一航空団副司令、中部航空方面隊司令部幕僚長。 第7航空団司令を歴任。1964年退職。1981年3月死去。当初、第二大隊の和田哲次郎少佐が全体の指揮を、制空隊は、加賀航空隊の五十嵐金正大員が指揮を取る予定だったが、五十嵐大医以下3機は、小田木一に空想を残して帰還した。ありがとうございます。